はい、ちゃこちゃんのケージをこんな風にしてみようかな。もうちょっとこう、止めさせてね。止めやすいところだけ止めよう。はい、どうぞ。はい、はい、だんだん。いい感じだね。はい、大丈夫そうなので、今日からこんな感じで。こうやって女の子の心を掴んでいくんだね、ジャン君。でも、まずちゃんはさ、すぐ逃げるんだったけどさ、さこちゃんはちょっとビビりながら、でも触ってみたい。まあ、初めて見る大きい猫だからね。ちょっと触ってみたかった。自分で開けた。鍵は開けといたね。あ、今度開いたままになった。閉めないんだから、しおん。え、お母ちゃん出てきてもいいかと思って。うん。なでなでの練習をしてない。これがやろうか。だからやってちょうだい。俺がやってもいいんだけど逃げるんだ。あ、来た。しおんくん呼んだら来るようになったね。しおんくんってさ、ジャンくんの真似してる。そうだね。ちょっと外に出ても落ち着き始めてるしね。その意味ではですね、しおんくんはよっ、はい、感じですね。外に出たとしてもそのまんま。まあ、家猫のように出しっぱなしでも OK そうなんです。なのでそうしようかっていう話もあったんですが、この人です。はい、この方、このあんずちゃんが今しおんくんと同じケージに入っているので、ケージを開けっぱなしにするわけにいかないんですね。ということはあんずちゃんの方が
外に出られるような状態になって、ああでもそのまんま出しっぱなしはこの子はちょっとまだ早いか、もし頑張ったら、うん、白い子に行って、うん、夜寝る時だけ、うん、まあ、外でご飯を食べさせようか、じゃあ一度で、そのまんま、置いといて、夜のご飯の時だけケージの中でご飯にして、あ、その案やってみましょう、うん、そしたらトイレはジャン君たちの使うかな、うん、もう前から使ってる、あ、そう、じゃあいいや、一度そういう形で、ひょっとするとラブちゃんが、里親さんのところに行った時にまたちょっと先祖帰りというかですね、元へ戻っちゃった、もしくはうちに来た時よりマイナスになっちゃったっていうのを、外でケージの外で生活をするということでひょっとすると軽減できるかなと思うので、それも今回は試してみます。では、はい、しおんくんおいで、はい、今日のしおんくんの実験です。しおんくんはだいぶいい子になったのでですね、外に出たまんまこのケージの扉の外でご飯を食べ、そのまんま、あ、これかじったらいい子じゃないよ君、うん、そのまま夜11時のご飯まで、外に出っ放しをちょっとやってみようと思います。これかじったらなしだよ君。はい、じゃあもう歯磨きです。はい、よし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 、うん、あずちゃん、上においでよ、なでなでしようよ、おいで、ママじゃないとダメか、
ダメだね。あれ？来る？ご飯じゃなくてなでなでだけってできる？あずちゃん。はい、こっちおいでよ。おいでよ。ダメみたいです。いや、まおいママじゃなきゃダメでしょ、やっぱり、まずは。はい、君は？着いた時のお二人の顔です。しおんくんは割とまだ外をうろうろしています。おいで。はい、しおんくんは比較的おとなしく待てるようになったね。こら、こら、いいの？噛んでいいの？はい、噛んでいいんですか？はい、うるさい人から行きましょうか。しゃがれそうかも。アンズちゃんがゴロゴロしてます。はい、アンズさん、はい、アンズちゃんご飯食べられます。気持ちいい、面白いね、アンズちゃんね。はい、おやつです。はい、しゅんくん、しゅんくんだよ。はい、しゅんくん、ここでいいの？うん、はい、どうぞ。しおんくん、なんかちょっと違いがわかる？うん、食べ終わった後も外 OK なんだよ。すごいでしょ、しおんくん。しおんくんをご飯の後ですね、ケージに入れないで外に出しっぱなしにする実験、直後はジャン君とかポンちゃんとかに、すり寄ったりなんかして少し、ジャン君ポンちゃんが迷惑そうにしました。なのでジャン君ポンちゃんへの影響がどうかなと思っていたんですが、ほどなくシオン君はずっと一人遊びを始めてですね、呼んでも来ないような感じです。これあと4時間くらいこの状態がまあ続くのか、まあそうそうずっと遊んでられないのでどっかで寝たりするのか、ちょっと今日はその辺を、観察したいなと思います。